羽生結弦さん特別なアングルを楽しんで演技の動画を公開ご視聴ありがとうございます早速今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきますフィギュアスケート男子でオリンピック2連覇を果たし7月にプロ転向した羽生結弦さん27が5日動画投稿サイト YouTube ないの公式チャンネルでリンクで演技する動画を公開した 氷に近い位置にカメラを置き臨場感あふれる内容となっている動画は7分23秒でタイトルはプロローグ音楽に乗せて滑らかに滑る羽生さんを近い距離から撮影しエッジワークの音など繊細な描写が盛り込まれているジュニア時代のエキシビションプログラムチェンジを待った 羽生さんは動画内で会場でしか味わえないスケートのスピード感であったり臨場感であったりまたこのチャンネルでしか味わえない特別なアングルを楽しんでいただけたら幸いですと呼びかけた羽生さんは自身が出演プロデュースする単独アイスショープロローグの開催を9月30日に発表したばかり動画ではプロローグに向けて今一生懸命練習しています 皆さんの期待に応えていけるようベストを尽くさせていただきます。よろしくお願いします」と意気込みを語った石川優氏羽生結弦が教科書ジャンプを披露一生懸命頑張ってまいります。今後は会員制度導入へ。フィギュアスケート男子で五輪に連覇を達成しプロに転向した羽生結弦27が今後の展望について語った。 5日に自身の公式 YouTube チャンネル「半ユ譲る」を更新「プロローグ」と題した7分23秒の動画ではチェンジ「モンキーマジックプラス吉田兄弟」に合わせ4回転サルコウトリプルアクセル3回転半ジャンプ4回転トーループを着氷させた演技後には改めまして「羽生ズルです」と切り出し動画いかがでしたでしょうか 会場でしか味わえないスケートのスピード感であったり臨場感であったりまたこのチャンネルでしか味わえない特別なアングルを楽しんでいただけたら幸いですと神妙に語ったかねてアイスショーの開催に意欲を示していた羽生は9月30日に初の単独アイスショープロローグを開催すると発表さてやっと9月30日に公開することができましたプロローグ 初ののワンマンマでのアイスショーとなりますこのプロローグに向けて今一生懸命練習しております皆さんの期待に応えていけるようベストを尽くさせていただきますよろしくお願いしますと決意表明したその上でそしてこれから今後この YouTube チャンネル「半夜ユズる」に会員制度を設けさせていただきたいと思っております これからは会員様限定で何かできないかなと考えておりますのでぜひご期待くださいまた今回のような演技の動画を会員様に満足していただけるよう一生懸命頑張ってまいります頻度は高くないと思いますがこれからもよろしくお願いいたしますと説明した最後にはそしてもう一つ皆さんに気に入っていただけるかわかりませんが演技を撮影してみました どうかご覧くださいと話すと夢見る将棋モッピーソーンドにのせ4回転トーループからのトリプルアクセル3回転半ジャンプなど教科書のようなジャンプを披露し動画を締めくくった出展トースポウェブご視聴ありがとうございましたこれからも一緒に応援していきましょうねチャンネル登録をよろしくお願いいたします